ティビィ諸島は、オーストラリアのダーウィンから北へ8 0トル、アラフラ海とティモール海が接する部分に位置する、島所群である。首都、メルビル島とバザースト島及び、周辺の小さな9つの無人島から構成される。合計面積は8320平方キロメートルで、日本の兵庫県の面積と同等である。ヨーロッパ人の定住以前から、オーストラリア先住民が住んでおり、 島にはおよそ3000人が暮らしている。孤立した環境と得意な歴史、気候条件から独自の文化的、自然的景観が育まれ、民族工芸品の生産と林業、工業が主な産業となっている。オーストラリアの巡州、ノーザンテリトリーに属し、地方政府である TWI 諸島社や評議会と先住民土地所有者の代表組織である、 ティウィト地評議会が統治する。ティウィト地評議会は、ノーザンテリトリーにある4つの土地評議会の一つである。これは1976年のアボリジニ土地権利法のもとに法的権限を持ち、また1993年の先住民元法と1992年の放牧地方のもとに責任を負っている。ティウィ諸島の地図。左がバサースト島、右がメルビル島。 ティビィ諸島はオーストラリア本土の北部8 0トル沖合、アラフラ海に浮かび、ノーザンテリトリーの一部である。諸島は2つの大きな有人島と9つの小さな無人島からなる。バサースト島はオーストラリアで5番目に大きな離島であり、船便と航空便が通う。メルビル島はタスマニア島に次いで国内2番目に大きな島である。両島は北の西、 アサフアンと南のショール湾を結ぶアプスレー海峡によって隔てられており、海峡は幅550メートル5キロメートル、長さは62キロメートルに及ぶ。ショール湾港にはウチャナン島があり、約3平方キロメートルの面積を有する。島々にはオーストラリアへのヨーロッパ人の定住以前からティウィ人が住んでいる。ティウィ人はオーストラリアの先住民で、そう。 の人口は約2500人である。文化的にも言語学的にも、対岸の本土に位置するアーネムランドのそれとは全く異なる。2011年の島の総人口は2579人であり、うち87.9%がアボリジニであった。ほとんどの住民は、第一言語として、ティウィゴを第二言語として、英語を話す。 人口の大部分は、バサースト島のワラミジャンガ、メルビル島のピランギンピ、ミリカピティに住む。ワラミジャンガの人口は1500人近く、他の2つの村の人口は450人前後である。他に、バサースト島西部のウランクーなどの小さな集落もある。ティウィの名はもともと1930年に部族名称として、 文化人類学者ハートが便宜的につけたもので、諸島の名もこれに由来する。これは、ティウィ人の間で、人間を意味する言葉として、他のアボリジニと自分たちを区別するときに使っていた、ものであった、P24. ティウィ諸島は、リンギアリ連邦議会選挙区の一部であり、現在の議員は、ウォーレンス・ノードンである。ノーザンテリトリー準州議会では、アラフラ選挙区に属し、 現在のアラフラ選挙区の議員は労働党のローレンス・コスタである。島の行政府は地域のティウィ初等者や評議会と先住民土地所有者の代表組織であるティウィ土地評議会に分かれている。社屋評議会の代表者は以下の4区から選出され11人の評議員で構成される。2011から12年のティウィ初等者や評議会の 予算は2億6400万5ードルであった。2013年の時点で、ティウィ初島者や評議会の主張は、リネット・ジェーン・デ・サンティスである。ティウィ初島カーフェリー航空会社フライ、ティウィが、メルビル・バサー・スト領オ島及び各島とダーウィン間を、接続する。ハーディ・アビエーションとティウィ・ラント・カウンシルの間の、提携団体として形成された、フライ・ティウィは、 島々の主要な三集落すべてに毎日運行している。シーリンク NT は、ワラミジャンガとダーウィンを結ぶフェリーサービスを運営し、1週間に3回、2時間半の船便を提供している。アプスレイ海峡の一番狭い地点にカーフェリーが運行されており、2つの島を素早く渡ることができる。2008年時点で自治体が島内に管理する道路は、 総延長9 2 5トルに上った。先住民は何、世紀にもわたり、ティウィ諸島に暮らしており、想像神話によれば彼らは少なくとも7000年、前から存在したことになる。オーストラリア戦士の研究者が同意するところでは、ティウィ人は他のアボリジニと同じく、アジアから渡ってきたオーストラロイドに祖先を持つ。彼らがやってきたのは、 およそ4万年前から7000年前頃のことであるが、以来ティ t ジ人は孤立して、独自の文化を育んできた P24. 先住民と西洋の探検家との接触に関する最初の記録は、オランダのマルテン・ワン・デリフト艦長の指揮下で3隻の船が、メルビル島のシャーク湾に侵入し、1705年4月30日に上陸したというものである。 17から19世紀に島を訪れた他の探検家や高校舎にはオランダ人のピーテル・ピーテルス・ゾーン、フランス人のニコラ・ボーダン、イギリス人、フィリップ・パーカー・キングなどが挙げられる。諸島内最初のヨーロッパ人定住地は今日のメルビル島のピランギンピに近いフォート・ドゥンダスにあった。ここは1824年9月に創設されたオーストラリア北部で最初のイギリスの植民地であったが、 先住民から敵視されたこともあって、わずか5年間しか置かれず、1829年に放棄された。この場所は、北部オーストリア全土における初めてのヨーロッパ人の軍事的拠点として、オーストラリアの国家遺産登録簿に記載されている。18世紀後半になると、セレベストやマレーから、マカッサル人のナマコ漁師らが給水を求めて、北、オーストラリアを訪れるようになる。 ティウィジンは彼らを通じて、斧と船の設計を得得し、オーストラリア本土の北岸を攻撃するようになった P24. ムグイムカトリック教会1911年にフランシス・ザビエル・グセルによってカトリックのミッションが創設され、1912年にはアボリジニ保護区として宣言された。1930年代に建てられた木造教会はワラミジャンガの一大ランドマークである。 カトリックのミッションは教育や福祉の提供を通じて好影響を与えた一方でアボリジニの言語と文化の抑圧という負の効果ももたらした。教会にあるティウィ人の芸術作品や聖書のティウィ語訳の存在は興味深い。太平洋戦争さなかの1942年2月19日に行われたダーウィン空襲の朝には日本の冷戦が バサースト島の境界と滑走路に駐機していた DC-3 輸送機を機銃装車した。これはオーストラリアを襲った初めての外敵の銃弾である。ダーウィンでの対空砲火を受けてメルビル島に不時着した飛行兵と島一はティウィジンのマティアス・ウルングラによって捕らえられ、オーストラリアにおける最初の日本人捕虜となった P25。 1978年に制定されたティウィアボリジニ土地信託とティウィ土地評議会によって、島の支配は先住民の主張に遺憾された。2001年にはティウィ諸島地方政府が設立され、それまでのワラミジャンガピランギンピミリカピ企画集落の議会がウランクーアボリジニ共同体と共に合併して、単一の地方自治体を形成した。t ィ,ィ諸島地方政府は、 ノーザンテリトリー全域の自治体再編の一環として、2008年に TV 諸島社や評議会にとって変わった。TV 諸島は熱帯モンスーン気候であり、バサースト島北部では2000ミリメートル、メルビル島東,東部では1400ミ、mm、リメートルの降雨がある。11月から4月の雨季には、島にはノーザンテリトリーで最大の降雨がもたらされる。TV の人々は季節を3つに区分する。寒気。 ビルドアップ期、雨期である。これらの季節は手に入る食料資源や採取活動を規定するなど、ティウィの人々のライフスタイルを枠組み付けている。諸島は最終表記以来オーストラリア本土から切り離されてきた。緩やかに傾斜したラテライトの島は、主としてユーカリ林に覆われている。広大なソリンや菓子の植生は、ダーウィンストリンギーバークやウーリーバット、 ハジュパッドが優先している。淡水の工場化星や多くの異例に広がるマングローブと組み合わさって小さなパッチ状の熱帯雨林が生じている。こうした島の気候的、地理的特殊性によって保全価値の高い得意な植生が育まれている。島の孤立性と多量の降雨によって、ティウィ諸島はノーザンテリトリーの他の場所で類を見ない種や生息地域限定種を有している。 ティウィ諸島には、州内で最も発達したユーカリ林と、得意に高密度かつ広範な熱帯雨林が広がっている。ティウィ諸島には、様々な絶滅の恐れのある種や固有種が存在する。絶滅の恐れのある種には38種が登録されており、また8種の植物と数種の陸外やトンボといった多くの植物や無脊椎動物がティウィに固有である。 絶滅の恐れのある哺乳類には、フサオネズミやクロウファスコがあれ、水ネズミもどき、キンバリースミントプシスなどが挙げられる。島は、世界で最も広いオ,オアジサシの繁殖地であるとともに、繊細なヒメウミガメも数多く生息している。島では2007年にウミガメ保護プログラムが発足した。島周辺の海や川口は、数種のサメやイリエワニの生息地でもある。 諸島は、比較的高密度に、赤大高や赤目シャコバと、オーストラリアイシチドリ、1 2羽に上る、オバシギを要することから、バードライフインターナショナルによって、重要野鳥生息地に指定されている。その他世界の中で、キウイ諸島に顕著に多い種としては、マングローブクイナハシブトオイシチドリズグロサメクサインコ、クスダマインコ、ムナグロヤイロチョウコブハゲミツスイ、 口白蜜水、黄色小橋蜜水、横島鱗蜜水、木原目白木橋金成長がある。野鳥は、アシのレベルで固有種の割合が高い。オーメンフクロウのアシュテとノバイホルランディアへ、メルビルレンスイスは、絶滅危惧種であり、黒頭キンヒタキのアシュメラノドリアスククルラタ、メルビルレンスイスは少なくとも、絶滅危惧種、あるいは絶滅した可能性もある。民族芸術作品の創作は、 ティウィ諸島の文化と経済にとって重きをなしている。大部分のティウィ人は、いわゆる失業手当などの社会保障手当を受けて暮らしており、P11、他の賃労働雇用についてもほとんどが政府からの補助金に依存している。こうした中で、美術工芸品作りは彼らの経済的利益に資する活動として期待され実践されている。ティウィの芸術は、 他のアボリジニ芸術とは全く異なり、儀礼的なボディペインティングに由来を持つ。ジラマラは、太い線と、円、点から構成される、幾何学的デザインで、多くの場合、長重に変わっていった祖先に関する、神話的物語の現場を描くものである。使用される色は、石炭由来の黒色と、バサースト等の崖で採取される天然のオードから、取られる白、木、 赤色の四色だけである P53。現在では、このデザインは絵画、彫刻、織物、陶器、リトグラフなど様々なメディアに本案されている。ティ・ウィジンの彫刻は、水牛の角から作られた鳥獣をかたどった小さなものから、それや他の神話的存在をかたどった大きな木像まで存在する。ティ・ウィジンは織物にも多くのデザインを生み出している。 典型的な手法では色落ちを防ぐためにロウが塗られ、インドネシアのバティックに近い。丈夫な綿布からスカーフを作るためのデリケートな絹布まで様々な布が使われる。ティウィジンのもう一つの代表的な文化的象徴として、独特な形状の墓標をプクマニポールが知られる。墓標それ、自体もプクマニと呼ばれるが、墓標だけでなく、死者の名前や体、その人が命名したものなど、 死者に関わる一切のものはタブーとして呼ぶことを禁じられ、それらはすべてプクマニとされる P48。亡くなってから一年後にタブーを解除するための早々儀礼が行われ、死者のために歌や踊りを上演し、その人が埋葬される墓の周囲にプクマニポールを建てることになっている。島にはティウィデザインムヌピ美術工芸協会。 ジラマラ美術工芸協会という3つの先住民、芸術センターがあり、共同事業である t ィアートを通じて提携している。t ィアートのネットワークとは別に、1969年から先住民の女性が営む織物デザイン、印刷、医療ビジネスのビマウェアと、ザ・キーピング・プレイスの名でも知られる、ガルウィナ・ヒライという2つの個人経営店がある。国際展を開催したり、 オーストラリアの主要なコレクションに作品が選ばれているティウィ諸島の作家には、キティ・カンティラ、ドンナ・ブラク、ジャン・バプティスト・アプアティミ、フィオナ・プルンタ・タタメリなどがいる。林産品はティウィ諸島の経済にとって重要な地位を占めるが、林業部門は複雑な歴史をたどってきた。林業の起こりは1898年に遡り、植林は1950年代から1960年代に、 施行されている。民間セクターと土地審議会との共同経営で1980年代半ばに地域の信用樹林産企業が設立された。しかし1990年代半ばまでに土地審議会は共同出資者が我々の雇用目標や持続可能な生産目標と相入れなくなりつつあるもろもろの税収狙いの野心を持っていたことを指摘して 企業活動を縮小した。このような挫折を経験しながらも、依然として、TV 経済にとって林業は重要であると考えられていた。2001年には、土地評議会とオーストラリア植林グループが、ウッドチップ供給のためのアカシアマンギウム植林の大幅な拡大に着手した。オーストラリア植林グループの活動は2005年にグレート、サザングループに買収され、 この活動は2006年に北オーストラリア最大の原生林開拓プロジェクトと報告された。2007年9月、ノーザンテリトリー用政府は同社が環境法に違反したとする申し立てを調査し、2008年に連邦環境局が社に罰則金を課した。開拓された土地の多くは、畜牛やモノカルチャー的プランテーションに供用されており、これらは 地域雇用の重要な源泉であると会社側は主張した。2009年の初頭にグレートサザンプランテーションが破綻し、TV 土地評議会は農園の将来的な管理方針を検討している。初頭内にはメルビル島の北岸とバサースト島の西岸にミネラルサンドがある。2005年、マチルダミネラルズは島の採掘に関する提案を作成し、2006年に評価。 承認された。2007年には初めて対中国輸出向けのジルコン、金鉱石の出荷が行われた。2007年6月には7800トンの出荷が行われ、同年の後半にはさらに5000トンが出荷されている。マチルダミネラルズは4年間の採掘を計画していたが、2008年8月にティウィ諸島での創業は中止され、10月には行政に移管された。 ティーウィ諸島のフットボールの試合オーストラリアンフットボールはティーウィ諸島で最も人気のスポーツで1941年に宣教師のジョンパイとアンディ・ホーリーによって持ち込まれた。1969年からはティーウィ諸島フットボールリーグも開かれている。ティーウィ諸島フットボールリーグのグランドファイナルは毎年5月に開催され3000人もの監修を集める。 ティーウィ諸島フットボールリーグには、島民、約2600人のうち900人が参加しており、オーストラリアで最も高い参加率である。ティーウィのフットボール選手は絶妙な、ワンタッチスキルで有名である。多くの選手は、裸足で行うことを良しとする。また、男子の選手の多くは、ダーウィンのセントメアリーフットボールクラブでもプレーしている。これは1950年代に、ティーウィの選手が、 ノーザンテリトリーフットボールリーグでプレーできるように特別に組織されたものである。ティウィ・ボンバーズ・フットボール・クラブは2006から7年のシーズンからノーザンテリトリーフットボールリーグにチームを送り出している。国内の VFL もしくは AFL 大会に出場したことのあるティィ諸島出身の有名な選手としてはロニー・バーンズ、モーリス・リオリ、シリル・リオリ、ダニエル・リオリ、 ディーン・リオリ、マイケル・ロング、マルコル・ム・リンチ、オースティン・ウォナヤ・ミリ、デビット・カンティラ、アンソニー・マクドナルド・ティプングティなどがいる。モーリス・リオリとマイケル・ロングは共に、シリル・リオリのおじであり、3人は全員、AFL グランドファイナルの最優秀選手に選ばれて、ノーム・スミスメダルを獲得している。TV 諸島フットボールクラブは2009年に、アボリジニに注目を当てる ABC の、 テレビ番組メッセージスティックで、in, A リーグオブゼアオンと題したシリーズの主役となった。オーストラリアンの2010年の報道によれば、マシューヘイデンをはじめとする、オーストラリアンクリケットの選手が、TV 諸島でのクリケット振興に20万ドルを集めた。過去の国際大会の出場者、アラン・ボーダー、マイケル・カスプロビッツ、アンディ・バイクルらが集った、ヘイデン・クシーとボーダー・クシーの試合には、 島民の半数近くを数える千人もの人々が足を運んだ。ありがとうございます。